はい、今年もやってまいりましたモンスタースラグの時間でございます。明けましてない。やっていきましょう。私が FB37 です。今年もキックマーク2です。アルマットです。ヨーです。今年は、はい、というわけで今年はですね、はい、まあおめでたいということですね。はい、チュポンを倒してきました。あー、おめでたいね。これはめでたい。これはめでたいよ。めでたいね。めでたい。めでたい。この3月ぐらいにもなって何がめでたいんちゃって話だけど、まあやっぱ、まあ、春の息吹だからやっぱ展開を賑わすガイアの子だからやっぱ。賑わす。展開賑わしてるね。賑わしてるね。展開ちょっと賑わしていこう俺らも。いいね。なんだこのルシファー戦隊は。打天使ですからね、こっちは。そうだね、打天使戦隊ですから。ルシファー4体が攻めてきたぞ。展開すらね、にぎわうよ。ですね、まあテュポーンはですね、基本的にワープとかアンチ重力があるので、うん、それの全く対応しないルシファー4人にしましょう。そうだね。そうですね、はい、重力にもワープにも対応しませんが、はい、まあなんとかなるでしょうって感じ。いやーこれは難しいよ、きっと。これは難しいんじゃないかな。いや意外とでも大変だと思う。なのでテュポーンって意外と火力あるんですよ。だって普通はさ、ルシファーの使い方って、うん、ルシファーを2体ぐらい入れて、あとはそのそうワープ重力持ちをさ、まあね、貫通のとか言えるわけでしょ。こうやったらもう元も子もない。そうだね、うん、意味がないというか。これガチパーティーってわけでもないの。ないね。つまりいくら適正に入ってたからって言ってね、うん、4体はやりすぎだろ。お、でもとりあえず固まれ、とりあえず固まれば勝っちゃう。固まれば俺らが固まって3体当てたらもう勝ち。そうそう、もう3体当てたら勝ち。大抵終わるから。おじいね、よーい、ダダメージ強い。やっぱルシファーは強いんや。この左上にいるやつってもうティポーンじゃないの。そうだよ、そうじゃない。これティポーンだよ。これ何、1戦目だから出てくるんだね。ティポーン終わった。強いな。いや今んとこ僕あれダメージ食らったの俺ら。食らってないかも。バリアのおかげで多分ノーダメだよ。よっしゃ、当ててけ当ててけ当ててけ。気をつけろ、ゾンビもいるからな。よしいいね、いいね。イエーイ、よっしゃ、ゾンビ消滅した。早い、2体当てれば御の字だぞ。お、次俺か。じゃあちょっと難しいかな。いやいやいや、俺をルシファーマスターって言われてる。おお、さあ、て、もちろんいいね。じゃあ逆にルシファー3当てできなかったら罰ゲームにしようか。マジでちょっと厳しいんですけど。俺だってルシファーだけで、うん、あれだよ、あいつを倒したんだよ。なんだよ、ルシファーマスターはね、余裕で地雷に突っ込んでくる。あったね。あれとかめっちゃ驚いてたもんね。なんでなんでダメージ食らうのとか言って、なんで今のダメージ。よく分かってないから。ルシファー万能だと思ってる。万能の感じ。もうボスかい、早いね。ちょっと一人離れてるやつがいる。あいつ誰だ。 あいつ誰だ、誰だ。いや、お前じゃないの。いや、俺じゃないよ。あ、たぶんエオだ。エオだ。うわ、雑魚全部溶けた。雑魚が殲滅した。一瞬で。うわ、ボス周りか。まあ、当てりゃいいだろう、たぶん。まあ、いい位置に。あーっと、もう一匹当てないと。よし、うわ、意味だ。いや、カス位置が悪いんだよ、特にエオヨヨ。そんな、なんでそれ、お前孤立してんじゃん。うるせえな、今ちゃんと修正するから。どうやって、あ、これやばい、パターン、やばい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 、誰にも当たる。うわ、ルシファーいてノーダメって見たことある。なんでさ、出る角度を考えなかったの。違う違う、むしろここに引っかかってた方がみんな当たりやすいでしょ。もう言い訳はいいから。ほら見て俺の。あー素晴らしい、エオも助け出した。そうだ、エオを押し出すからね俺は。ねえ、パルプンって石だよ。そんな関係ないから別に。パルプンって石、早く頑張れ。誰だよパルプンって石。ところで、え、
何つった今。分かってもそれなんだって。だボソボソ喋んなチュポン。はっきり言えよ。あ、重力バリア出てきた、やばいこれ。あ、無理じゃない。これ攻略できないわ。うん、無理だね。諦める。これまずい。いやー、ありだね、諦めんのも。あ、うわ、まずか。1体終わったぞ。これ当てやすいやん。うわもう無理じゃない。ノルマ1体だ、ノルマ1体。ノルマ1体。いや、俺はみんなやってるから、これ。あ、あれ、あ、え、ヘヨヨさん、やってくれたな、こいつは。あなた、いつも部屋がホコリだらけ。2連続で1体も当てないという。いや、全部ワープが悪いから。お前、バカボンドかよ。なんでバカボンド。なんで出てきた。お、これはどう狙うか。お、あえて突っ込む。うわ、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 固まったこれ。あ、でも固まるテンプルだから計算通りだ。よ、しかも、しかも行くぞ。うん、ほら、うわー、すごい。全員当てたしね。いや、2人だよ。死ぬ。やべえ、死ぬ。短距離、短距離ビーム、やばー。両方当てろよ。やべえ、これあと、いけ。うわあ、やばい、これまずい。どうしようか。あぶのー、倒してくれ。これパルプンテ石だったな。危なかった。ストライクショットされたのはこっちのもんだから。よーし、え、なに、申しましょう。申します。そうだ、なんて言うんだこいつ。燻製にして焼くぞ。さあ、どうだ。あと、あと2ターン。お、なるほど、その角度か。よし、キングスライムを倒したとこで。よし、当てやすくなったはずだ。うわ、あいつ微妙なとこに出してくるね。そうだ、俺が神ショット見せるか。え、こうやると、すげえか。はぁ、お、何がすごかった。やるね。まあいいよ、16万与えたし。もう使っちゃえ、使っちゃえ。よっしゃ、いけ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 。もうこれ使えばもう結構どうでもよくなるから、そんなことは。ジェシカのさ、うん、このストラクト何がすごいってさ、うん、そのやったやつ自体はさ、うん、あの重力バリアとかにはまるけどさ、うん、他のやつははまんないって言うんですよ。そうそうそう。あ、でも重力バリアにはまんだっけ。重力バリアはまる。そうそうそう。ワープは無視するんだよ。謎仕様だから。謎仕様。無敵。もうルシファーがわちゃ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 。はい、頼んだぞ。行ってください、最後任しとけ。さあ、アルマやっちゃうのか。花息、さようなら、チュポン先生。これがモンスターストライクだ。まあ、これがモンスの醍醐味だよ ね。 そうだね。ルシファー4人でストライクショット連発。すごい、これ見てる人どう思う。これ見てどう思うんだろう。どうも思わないね。うん、ああ、こいつはまたやる。一つだけ言うのはパルプンテ石って誰なんだろう。誰。確かにパルプンテ石、まあ、パルプンテ石に捧げる動画になればいいなと。あ、オッケーオッケー。でも2体落ちたし。あ、そうだね。うん、でも2体も必要だったやついる。別にこいつ 何使うの。いらないよね。うん、何に使うんだろうね。いらない。ベヒーモスの神から使う。あ、そう、ベヒーモス、あいつついに何アビリティ持つことになる。ああ、そうだ。ああ、そうなんだ、うん、修正されて。アンチブロックだけど確か。アンチブロックかよ、よりによって。はい、というわけで無事クリアしましたので、ガチャタイムいきましょう。イエーイ。はい、スト5コラボが来てますんで、パッパッとやっていきましょう。もう出ないもん、もう出ないもん。やだやだ。いや、でも自分を信じた方がいいよ。出ないもん、やだやだ、もうやだ、出ないもん、やだやだ。出ないね。やっぱりやった。じゃあ、いきます。ザンギ、ザンギ、ザンギ、頼む。ザンギ食わせるぞ。来い、剣。わあ、懐かしい。久々に見たぞ。キャミ、久々に見たね。うわ、はい、よかったね。椿クロエ。誰誰。いや、ダメだな。イラストが古いもん。
書き込み量が圧倒的に足りないからね。足りてないもんね。ルシファーを見習えよ。おーヨガフリー、ヨガに来ちゃったヨガ。最後じゃあ行きますよ。頼む。なぜかフェイロンとか出して来い。そうだフェイロンか。コラボの枠を外れてもうエヴァ出せ。エヴァバグってる。うわーい。まあそうなりますわな。ですよね。ザンギは星4ってひどくない？でもいや多分みんな妥当だろうね。心のどこかで絶対妥当だと思って、うん、ザンギとダルシムは星4だろうとはみんな思ってるよ、ね、そうそう。優劣なんてつけるわけにはいかないけどそうだろう。妥当でしょそれがって思ってる。まあ仕方ないな。メカザンギだったらワンチャンあるけど。ああ、そうだね、うん、分かりました。はい、はい、というわけでじゃあ今回はこんな感じで全世界のみんなバーイ。バーイ。バッターキックマーク2ピッチャー FB37さあ、さあ、わあ。YouTube のチャンネルはこちら。こちら。こちらの方に。おおおお。そしてニコニコのチャンネルはこちら。こちら。で、スマホで見てる方はこちら。お、お、さあ。さあピッチャー AOAO バッター菊を第1球投げました。またけはまた